四つ子暮らしは、角川翼文庫より2018年10月から発行されている日の日まりによる児童文学シリーズ。挿絵は、桜織子。読める場にて、挿絵も担当している桜織子の作画によって2021年2月からコミカライズ。同年3月には、YouTube の角川児童図書チャンネルにて、ボイスドラマが、同年9月には、角川オフィシャルチャンネルにて、 ボイスコミックが配信された。両親も親戚もおらず、児童養護施設で暮らす、宮城さん風は12年間一人ぼっちだと思っていたが、ある日、国の副市長の人間から、実は4つ子であることを告げられる。それぞれ別の場所で育った4姉妹が、副市長が進める、中学生自立練習計画のもと、一つ屋根の下で共に暮らすことになり、思わぬすれ違いを生みながらも、 姉妹生活が始まる。声優名は、ボイスドラマ版、ボイスコミック版の順に記載。物語開始時点の13年前の4月25日に、各地の施設に預けられた一卵性の4姉妹。長らく別々の場所で育つが、中学生自立練習計画に参加したことで、再会を果たす。母親が株式会社、クワトルフォリアを経営する。 四つ橋家の人間であることが明かされているが、父親は詳細不明。ありがとうございます。